ヒューガヨイチです、えー、それでは今日も、えー、デボーションシェアということで第一コリントの15章、えー、を、えー、今日は読みましたで第一コリントの15章というのは、まあ、聖書の中でも、えー、最も重要な、えー、章のうちの一つだろうというふうに、えー、私自身は感じています、えー、なぜならこんなふうに書いてあるんですよねあの 3節のところ私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことまたケファに現れそれから十二弟子に現れたことです。 というふうに、えーまあ、最も大切なこととしてというふうに、まあ、聖書が書いているので、えーまあ、文字通り、えー、聖書に書いてあることは全て神様の言葉ですので、えー、大切なことなわけですけれど、その聖書の中で最も大切なことというふうに、えー、語っているわけです。ですので、あのー、聖書が言いたいことは、このこと。 キリストが私たちの罪のために死なれたこと3日目によみがえられたことこれが全てだということなんですね私たちの信仰というのはここに土台があるこれを私たちは信じて救われているんだということですね ですから、えー、と少し戻りますけど一節「兄弟たち私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます」「あなた方はその福音を受け入れその福音によって立っているのです」というふうに書いてますね、えー、ずっといろんな問題を論じてくる中で何を根拠にあなたたちは信仰を持っているのか そして何を何によって立っているのかというふうに書いているわけですねだからそもそも論というかそもそも何で私たちはクリスチャンになったんだっけということですよねそれを語っているわけですそして、えー <laughs> 死者の復活について、パウロは論を進めていきます。であのまあ、どうもコリントのクリスチャンたちの中で、まあ、死者の復活がないと言っている人たちがいたようです。えっと節ですね、ところでキリストは死者の中からよみがえられた。 と述べ伝えられているのにどうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかもし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょうというふうに、えー、語っていますまあ、死者の復活はないというのはキリストの復活はないとは言ってないんだけど、えー まあ、死者の復活はない、つまり、えっと、クリスチャンたちは別に復活するわけじゃないよというふうに言っている人たちがいた、まあ、そういうふうな、あのー、そういうふうに思っている、まあ、信じている人たちがいたということですね。そして、えーまあ、キリストはよみがえったんだから死者の復活はあるんだよということをパウルは言っています。20節しかし、今やキリストは眠ったものの発砲として死者の中からよみがえられました。 このように、えー、確かにイエス様の復活を、まあ、明かししているわけですね。で、えー、そして終わりの時の、えー、話が出てきます。えー、まあ初歩として死者の中から蘇られましたと20節にありますけれどイエス様が最初によみがえってくださった。 そして、私たちもその、えー、同じ姿になるんだということですね。えー、24節ですね。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし王国を父である神に渡されます。ということで、えー、終わりの時がやってくる。 まあそんなふうにそ,そのことを、えー、語ってるわけですね。そして、えっと、私たちのよみがえりはどんな形になるのかということを、えー、パウロは種とそのなんていうんでしょうねあの種まきと、えー、例えているわけですね。で私たちの,あのこの肉の命というのも、まあ、ある意味、えー 父親の体の中からの種を、えー、まあ、かれたというかそこから命が与えられたようにその天井の体の種もあるというふうに、えー、書いてあるわけですねで、えー、42節ですね死者の復活もこれと同じです朽ちるものでまかれ 朽ちないものによみがえらされ、いやしいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御たまに属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御たまの体もあるのです。というふうに書いています。つまり、私たちの今の状態というのは、 朽ちるもの癒しい者、弱い者、そして、えっ、ー、と、血肉の体、というふうに表現されているわけです。つまり、私たちのこの罪深い状況の中で、まあ、罪深い状態の中で、神の命が私たちの中に巻かれている。そして、それが芽を出して、実を結ぶ時がやってくるということですね。その時、私たちは朽ちないもの栄光あるもの 力あるもの御たまに属する体というふうに、えー、形が変えられていくということですね、えー、そのように私たちは変えられるということが、えー、続けて語られていきます、えー、52節、えー、あ五51節から読いましょうね 聞きなさい私はあなた方に奥義を告げましょう私たちは皆眠るわけではありませんが皆変えられます終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられますラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり私た,ちが私たちは変えられるのです、まあ、私たちの いいの時、まあ救いの完成の時時救完成がやってくるるでみんな変えられるんだしかも一瞬のうちに死者は朽ちないものによみがえる私たちは変えられるこの地上では私たちは苦しみや戦いが絶えることがないしかも、まあ、つまずき倒れながら こう七点抜刀というかしながら生きているわけですねなぜなら私たちは弱いもの朽ちるものですからでも私たちは変えられるという希望を持っているわけですそしてそれは約束でもあるでこの言葉は、えー、受け身ですよね変えられる私たちが変わるんですっていうことじゃないんですよね 私たちを変えてくださる方が私たちを待っていてくださる私たちを支えていてくださる今日も私たちと共にいてくださるということを思わされますそして58節ですねこれは結びになりますけど「ですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさい」。 あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですからこのキリストが私たちを救ってくださったという福音そして救われた私たちがいつかよみがえって主と共に生きることになる朽ち,ない朽ちるものが朽ちないものに変えられる そのことがあるのですからとパウロは言うわけですね私たちはこの地上に望みを置いているわけではない自分の力に望みを置いているわけではないただただ恵みによって救われ恵みによって救いが完成されるということだから私の愛する兄弟たちとパウロはもう一度コリントの兄弟たちに愛を持って語りかけているわけです 堅く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいと、まあ、直訳ですといつも主の技に満ち溢れなさいというふうな言葉のようですね欄外の地を見るといつも主の技に満ち溢れている時々じゃないたまにじゃないいつも主の技に満ち溢れているそのようなものでありたいなと本当に思わされますね で私たちの動機は繰り返しになりますけれど、キリストが私たちを愛していてくださるということ。そのキリストが私のうちに生きていてくださるということ。だから、主の技に満ち溢れなさいと、その招きが与えられ、その招きに応えることができるわけです。そして、あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っていると。 多くの場合私たちは弱いのでなんか無駄なんじゃないかって思うわけですよねなんこんなことやってて意味あるのかなって本当とに、まあ、聖書を読むこと祈ること自分自身を清く保つこと、まあ、私たちの肉の思いやサタンや世の中、まあ、この3つの敵は意味ないんじゃないのって無駄なんじゃないのって私たちに言ってくる語りかけてくる 誘惑してくるわけですねで無駄じゃないんです主にあって私たちの労苦無駄じゃないんです価値がある神様の見舞いに私たちが自分の罪を嘆き自分の罪深さを神様に告白しながら自分を清めていただくように願いつつうめきつつ戦っていること それは無駄じゃないんです誰も見ていなくても誰も知らなくても私の祈りや私の御言葉を聞くその時そして主の技に満ち溢れて生きていくその一瞬一瞬が無駄ではない神様はそれを覚えていてくださり用いてくださるそのことを思わされ そして大きな励ましをいただくことができたそんな第一コリントの15章の結びでしたそれでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました